リンクーゲートタワービルは大阪府泉佐野市リンクウォーライ北にある超高層ビル。高さ256.1メートルで2019年現在日本で3番目の高さである。総工費は約659億円でインテリジェントオフィス同時通訳設備を持った800平方メートルの国際会議場、ホテルなどで構成される。超高層ビルの中では アベノハルカス、横浜ランドマークタワーに、次に本で3番目に高い。建設当初は、大阪市が建設していた大阪南港の w t c ビルと高さを競い、最終的には0.1メートル差で上回った。6階に、臨空国際会議場と通常の会議場、7階は、セントラルスポーツによるプールを併設したフィットネスクラブ、9階に展示場があり、 8階10階から26階は、インテリジェントオフィスとなっている。1階から6階の一部区画と28階から54階は、ホテルとなっており、当初、全日空ゲートタワーホテル大阪として営業されて、北が2011年6月30日をもって営業を終了。その後、7月1日にエスフーズと代表者が、同一の飲食店運営会社ダンシンダイナーに、 事業上とされ、7月12日に、スターゲートホテル、関西エアポートとして、再オープンした。運営会社で、大阪府の第三セクター法人の、リンクユゲートタワービル株式会社が、会社構成法の適用を申請し破綻したため、2005年12月以降は、ビルメンテナンス、不動産管理会社、ビケンテクノの子会社、ベストプロパティが管理、運営を行っている。 その後2012年12月に、香港に拠点を置く、英寮バミューダ席の不動産投資会社、新流国際グループの特定目的会社が、約30億円で買収した。バブル経済期に、リンクータウンが造成されたが、バブル崩壊へと傾いた1992年頃には、関西財界や三井不動産、伊藤忠商事などが計画したリンクータウンでの、 高層ビル建設計画はすべて頓挫した。そのため、大阪府主体で着工された東ビルが、バブル期の計画によって竣工した唯一の物件であるのみの竣工となっている。しかしながら、開業が1996年秋にずれ込み、交通網は充実していたものの、2年前に開港した関西国際空港は、利用客定調が浮き彫りとなっており、また、 大阪市内からほど遠いためオフィスは空室が目立った。賃料収入が低調で開業以来毎年赤字の状態が続いたため、1999年頃からはパスポートセンターや大阪府の事務所を入居させ、賃料収入を下支えする策が行われている。当時西日本最高層が売りで、地域最大規模のキャパシティを誇るホテルも累積赤字を膨らませ、2005年1月に、 ホテル経営会社であるゲートタワーホテル社が特別生産を実施。その親会社で再建の連帯保証を抱えていたリンクゲートタワービル社は同年4月に会社構成法の適用を申請し認可された。負債額は約463億円である。その後、新生銀行とケネリックスの企業連合がスポンサーとなり45億円という総工費。 負債額の10%未満の価格で建物が売却された。大阪府の支援策として、不関係事務所などはそのまま入居を続け、無利子で融資した63億円全額を再建放棄し、さらに公共性の高い国際会議場と展望る林空の運営維持のために、同じ第三セクターの財団法人大阪府林会林空センターに運営を移情し、 大阪府が財団法人大阪府臨海臨空センターを通じて運営資金として臨空ゲートをタワービルに今後10年間で約30億円を支払うこととしている。ホテルマネージメントジャパンがオフィスフロア部分にオリエンタルホテルの新ブランドオリエンタルスイーツエアポート大阪リンクを2019年12月15日にオープン。 同一ビル内に二つのホテルが並存することになり、同ビル内の大部分がホテルとして利用されている。なお、スターゲートホテル、関西エアポートは、2020年10月から、新流国際、グループ企業となっている。ありがとうございます。